レディオ4ゲーマータップカッコ仮。こんばんは、岡本信彦です。こんばんは、マフィア梶藤です。日本最大級の総合ゲーム上サイト4gamer.net が生放送でお届けする番組、レディオ4ゲーマータップカッコ仮なんですが、皆さん違和感はありませんか？何かあるか、これです。おかしなことがあるこれですまあこのスタジオもそうなんですけど、もうどちらかあるスタジオもそう、スタジオもそうだけど、ここどこだって話だけど、これどこから触れるっていう話だよね。スタジオから行きますか、スタジオから行きますか。スタジオから、なんと変わったね。変わりまして、階層的には広角、広さ的には昇格してる。あ、広くなってるよな。全室がなくなったんですよね。ないね。そうなんです。ないし、横並びでこうやって撮れるスタジオになってたし。あ、それ嬉しい。これは嬉しいですね。あとこの価格なら、はい、あっちのスタジオよりも顔をガンガン寄るだろうなと思って、あ、うん、ね、こんな感じで行けるようになった。なるほど、ね、確かに。なんていうんですか、あの赤い光、うん、ターリー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 、初めて知った。うん、なんかターリーだとインドカレーのターリー屋みたいな、うん、美味しいですよね、あそこ。うん、ナンも好きですよ。うん、そしてですよ、うん、あ、俺のコーヒーがちょっと映ってるいいだろ、スマホ待ってるから今そしてですよ、それよりあるだろ、もっと。全然映ってないですよ全然映ってない。これが会社のコメントが出てねえんだよ。そう、コメントね、みんな絶対コメントで絶対くれてくれてるはず、ね、くれてるでしょ、これ絶対。みんな気になることあるもんね。5人が待機中、5人しかいないの。あとで設定しといてくれや。あ、インドカレー、あ、来ました、うん、もうコメント早速触れている方もいらっしゃったので聞こうと思います。マフィー、右腕どうしたの？俺前に手首の手術でえらいことになったの覚えてるでしょ。はい、うん、あの結果股間がおかしくなったみたいな。結果股間も、まあ、結果チンチンでかくなったんだけど、それはまあ怪我の巧妙ってやつやな。それは怪我の巧妙や、まさしく正しい意味で。あ、じゃあよかった、うん、サイヤ人や俺の。あ、なるほど、ちょっと死にかけた方が。そう、俺の股間はサイヤ人や死にかけるたびにでかくなる。先頭のおかげで。それはどうでもいいんだよ。どうでもいい、はい。今回はね、肘の手術をしに行ったんよ。いや大変。うん、そしたら腕がガンブレードになった。おかしい、おかしい。そしたらガンブレードにならないなんで日本じゃそんなことやってない。なっちまったもんはしゃあねえわな。だってでもめっちゃしょうがねえだろう、なったんだから。すごいリアル、リアルすぎる。いやだろう、いや、なんかこのマントもかっこいい。ガンダムエクシアリペアみたいな。はい、エクシアみたいです、はい、エクシアみたいだし、クロスボーン3みたいです。相変わらずとても怪我人には見えねえね。見えない。あ、こうやってね、はい、お茶の間の皆様に安心感と笑いをお届けするのが俺の仕事だから。プロプロよ、もう痛そうなんてまず出てこないですもん。なあ、かっこいいとか、まがまがしいとか。すごい単純な話、はい、そのテレビやネットつけてね、はい、怪我してる男と腕がガンブレードの男、どっちが見たい？まあ、確かに腕がガンブレードでしょうね、それは。ちょ、腕がガンブレードがパワーワードすぎて。そういうことだ。そういうことだ。しばらくこんな感じでどんな仕事もやっていくんで、よろしく頼みます。ですよ。だからこれからの、ね、MC 業とかわしゃがなも全部こういうことですよね。全部だね、大変だ。ありがとうございます。お疲れ様ですということで、皆さんね、だから心配しないでくださいねと、うん、大いに反応してくださった。あ、さすがプロって書いてますね、うん、お、かっこいいって書いてる。確かに、いや、ありがとうございます、うん、というわけで早速お便りを紹介しようと思います、うん、しこななっちゃん、ありがとう。ありがとう。会社さん、岡本さん、しこばんは。こんばんは。今夜もしこってる、しこってるよ。喫茶シープへようこそ。両部参加させていただきました、うん、羊のシープへとの関西の乗り回せない自由なトークコーナーでは、さまざまな曲が流れたり、話題に応じて後ろのスクリーンに画像が映し出されたり、うん、下の階の怒りスーパーさんから調達されたものを食べたり飲んだりと、普通のイベントではなかなか見られない内容でとても楽しかったです、うんうん、少し実話を交えたコントのような朗読も面白かったですし、あの店舗での一人二役すごかったです。お見送り会ではまた、お声掛けもできて嬉しかったです。ありがとうございました。喫茶シープへようこそ。シープっていう、その羊のなんか、まあ、キャラクターがいるんですけど、うん、それの第2回に、第1回は柿原さんが土曜日やって、僕日曜日の第2回に行かさせてもらったんですけど、あの、どこにもアーカイブがないんで、アーカイブはないの？いろんなですね、
まあ、関西のノリの遊びができるんですよ。何、関西のノリの遊び、まあ、一応やりたいことは邪魔するでから入って、邪魔するなら帰って愛用ってやつは一応やりつつ新喜劇ね、新喜劇やりたいのね。そしたら音楽もちゃんと流れるんですよ。へー、はい、でいろんな音楽あるって言って、じゃあ何ができるんですかって聞いて、何でもできますよって言われて、じゃあちょっと後ろに行ってくださいって言われて後ろ待機するじゃないですか。そしたら「イズガン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 、あーあー」欲張りセットじゃねえかお前。賞レースもやるの。あとまあミュージックのなんて言ったんでしょうね、ステージ的な、あミュージックのステージ的なサムシング、まあ、全部やるんだね。もうできましたね。だからアーティストみたいな感じで登場できましたね。あれ気持ちよかったですね。気持ちよかった。あの音楽とともにちょっと小走りで走ってって、さっそうと座って下向くっていうのちょっとかっこいい。楽しかったですね。お前やめろそのいじり方したの。いや楽しかった、めちゃめちゃ楽しかった。なんかいやいろんなことできましたね、うんうん。あでもその関西乗りです完全。そのうち本域のやつ呼ばれるかもしれない。あもしかしたらそうですよねとか言って楽しみだね。下向く、下向くシーン楽しみ。やっぱ下向いてこう本番で下向くシーン楽しみ。 こうあれなんで下向くんだろうね。やっぱ恥ずかしさもあると思う。シャイなのかな。やっぱそうだと思いますよ。やっぱよく多いよね、なんか、はい、あの恥ずかしそうにする人。そうなんですよ、うん、なんで一応その、うん、キャーっていう黄色い声援も、うん、無理やり引き出させて、うん、出た瞬間にキャーって言ってもらったんですけど、うん、確かに声出てましたねみんな。あといいセリフを言ったら、うん、感動的な曲が流れるとか、へいろいろありましたね。なんか随分楽しそうなイベントやな。だから楽しかったですね普通に、ねえ、はい、ショートコントでした全部。はい、いや皆さんありがとうございました、うん、ということでございまして、またねシープイがね、僕が出る時があったら皆さん来てください、うん。さて番組ではあなたからのお便りお待ちしております。僕たちのメッセージ、トライチゲームなどどんな内容でも OK です。メールアドレスはすべて小文字で4gamer@joqr.net、 4gamer@joqr.net、 数字の 4gamer@joqr.net です。はい、採用させていただいた方には1500円分の iTunes カードまたは Google Play ギフトカードをプレゼントいたします。ご希望の方はお心、お名前、希望するプレゼントを必ず書いて送ってください。また YouTube の4ゲーマー SP チャンネルでも同時配信中です。 X で番組のことをつぶやく場合はハッシュタグラジガメをつけてください。そして今回のプレイコーナーでは、うん、カプコンより好評発売中の PlayStation5 Xbox シリーズ XS Steam 用ソフト、うん、ドラゴンズドグマ2を大特集いたします。こちら王道ファンタジーの世界で自由な冒険を楽しめるオープンワールドアクションゲーム、うん、ドラゴンズドグマの正統続編でございます、はい。それではそろそろ行ってみましょう。レディオ4ゲーマータップ過去カリー最後までよろしく。レディオ4ゲーマータップ過去カリー、この番組は日本最大級の総合ゲーム情報サイト4gamer.net の提供でお送りいたします。レディオ4ゲーマータップカッコカリ、プレイング4ゲーマー。さあここからは実際にプレイしながらのゲームをお伝えする体感コーナー、プレイング4ゲーマーです。今回取り上げるタイトルはこちら、ドラゴンズドグマ2。さあ今回はカプコンより好評発売中の PlayStation 5、うん、Xbox シリーズ XS Steam 用ソフト、うん、ドラゴンズドグマ2をこの方と一緒にプレイします。
ホゲマのレッチです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は身内のみで気軽にやる感じなんですね。そうですね、そうですね、はい。じゃあまずはこちらの映像からご覧いただきましょうか。どうぞ。In a realm of fantasy and fate, you've existed before. As a chosen hero bestowed with immense power, a nefarious wielder of great magic, a conqueror of monsters. Now is the time to take your place among the worthy. Forge bonds. Gather allies. Fulfill your destiny. Go forth, Arisen. Follow thy heart to seek the truth.かっこいい。さあということでね、はい、まあ国産ではなかなか珍しいくらいのド級の王道ファンタジー、うん、しかも、まあ、いわゆるオープンワールドタイプのゲームなんですね、はい、うん、まあ、その2ってことで俺どんなゲームなのか説明してくれるか。はい、承知しました。ドラゴンズドグマ2とはですね、まあ今もお話出たんですけど、王道ファンタジーの世界で自由な冒険を楽しめるドラゴンズドグマの正統続編、うん、プレイヤーの想像に応える多彩なアクションと一人プレイなのに他の誰かと冒険する楽しさを味わえるゲーム体験、独自のプレイバリを持つオープンワールドアクションゲームです、まあ、ファンタジー世界なんで剣振ったり弓を使ったり呪文を唱えたりとかっていう、ファイター、アーチャー、シーフ、メイジ、あとウォーリアーとか、まあいろんなジョブについて戦っていきますよみたいなやつなんですけど、まあこれはですね、まあやってもらった方が早いかなと思うので、はい、ちょっとやってみようかなということで。はい、わかりました、やってみましょう。半袖半袖この部屋最初入った時めっちゃ暑かった。暑いよな、はあ、脱いじゃいました。マジ半袖っすか。あ、で今回スチーム版ですね、はい、スチーム版 でちょっとこれ進行してるんですけど、うん、まあ、最初になんか奴隷みたいな扱いを受け、はい、でその後に、まあ、ちょっとそのサポート役みたいなの人に案内されて、今から冒険始まるぞみたいな。まあ、牢屋スタートなんだよね。そうなんすよ、名作のパターンなので、はい、僕が作ったこれが梶田さんです。梶田さんです。これ俺かなんかしこりの中の俺信じられないけど肩幅がでかいのね、はい、こう見えてます梶田さんが。僕の人が乗るよこの方これ確かに腕ふっと。トグロ兄が2体以上、うん、足もおめえもうグリッドマンくらいムチムチじゃねえか。そうなんそう。しかもこれね結構ね目標値まで、うん、ギリギリになると思うんでサクサク行きましょう。じゃあ OK です。どこまで行けばいいですか。ここから出ればいい。とりあえず扉出れるんで、オッケー、出ていきます。おお、じゃあちょっとまあ、今一応頼まれてることとしては、うん、はい、一人あの新米冒険者をちょっと放ってきちゃったから助けてくれって言われてるとこなんで。ゴブリンだ。うわー、いた。うんうんうん、暗い。おー、いいね。暗い。おー、いいね。気持ちいいんじゃん。気持ちいい。しかも練習の成果出てるね。コソ連の成果が、ね、あれポーンたちはポーンたちついてきてる。これ私はどこにいるのかな。ポーン、どこにおる。俺タップ上だと多分その近くにおるけどな。飛び降りた。あ、いたいたいた、ゾロゾロついてきてるわ。そう、で一応マップにですね、レベルさんの、あ、そう、黄色い目的地が出てるんで、いるんですよこの老婆。え、そう、ハイタッチでいく。え、信子マジすごいじゃん、もう長年の付き合いじゃん。そんな感じ、さっき会ったばっかりって、スラムダンクくらいもう見事に見事な見事なタッチを交わしてる。桜井ドルカみたいになってた。パーンこれ落ちたら死ぬんですよねきっと。海というか水はダメです、ね、あ、オッケーです。こっちかな。ああ、俺じゃポーンの説明してくれ。あ、ポーンはですね、うん、まあ一人メインポーンっていう、まあ、相棒みたいなやつを一人作りますと、うん、でその相棒を連れて基本的には冒険をしていくんですけど、パーティー最大4人になってまして、
おいゴブリン蹴られてで他の人が作ったポーンとかを、まあ、雇いますと、うん、お金で雇ったりとか、あとはまあレベルが低いポーンだったらタダで雇えたりするんですけど、でそういう人が作ったポーンをこう出張させたりとか、あの味方に雇ったりとかしていくって感じです、ね、貴重なね自分が作れる唯一のメインポーンを信子はこうやって、うん、まさかのちっちゃいおばあちゃんなかなかいないんじゃない、逆にでもなかなかいないし、ドラマ性は感じるよね。確かに化け物みたいな大男がちっちゃいおばあちゃん連れて歩いてるんだ、師匠みたいな。あ、これあれっすよ、あいつが助けるやつです。あ、あのじゃあこのグリフィンを倒せばいいってことですか。これはハーピーですね。全然違った。グリフォンもっとでかいわ、うん、おい来いよ、おいよ、空飛んでるやつはね、空飛んでるやつはちょっと倒しとかにコツがいるんです。ああ、信子、信子、信子強い、信子強い、すげえな、炎魔法めっちゃ放ってくるじゃん。え、俺何もしない、ちょっと待って、なんか俺何もしない、最後だけ、わ最後だけできた、ごっさんいただきましたイエーイ、またハイタッチすれば、やったぜ、おい、この信子、僕待ってる、待ってるよ、待ってる、手出し待ってるよ、信子、信子待ってる、手出し待ってる、刀出してるから、え、どうやって一番でしょう、白者様イエーイ、喜んで D で挨拶だってさ、私は妻子より攻撃行動本当におばあちゃんだ、信子です、己を信じ、用はない、年老いたお母さん連れて歩いてみたいでちょっとちょっと気分悪いんだから、なんかかわいそうよ、うん、今ので全部か、あ、こいつを助けたわけですね。入隊したば今回は俺も手も足も出なかったな、信子のおかげでなんとかなった、俺は急いで帰る、まさかの信子強かったわ、ね、まあ、明治だからね、お前信子を吹っ飛ばすの、報告しに行く、あ、さっきの人に報告しに行くと、まあ、あとはこの左上に出てくるやつをどん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 こなしていく感じですね。ははは、まあ、一旦ちょっとダッシュで帰りますね、はい、ちなみにこれダッシュすると下のスタミナ減ってるんで注意してください。本当体のデカさによって当たり判定だったり、あと走る速度だったり持てる荷物の量だったり変わるんだよね、うん、持てる荷物も変わるんですか。ある、メリットデメリットがありますね、うん、多分今こんだけでかい体にしてあるから走る速さとか持てる量は多いと思う。やあ、あかっ、まったく、あいつには実践まだまだ、当たり判定早いからちっちゃい敵にから囲まれたらなんかやばそうだね。あ、いや、確かにボコボコにボコボコにされてずっとノックバックしそうですね、我々ですね。でこれでレベルマフィーレベル4、どこに行きゃいいんだろう。新兵の受難が終わったと。武具の素材に食料に、一応目的としては、あの城みたいなとこ、次の町に行くっていうのが目的なんで。もちろんお礼はするよ。あのサブクエとか受けてたらもう多分もうどんどん進んでみようぜ。はい、オッケーです。街道がどうなってるかみたいな。次のとこからどんどん道なりに進んでいくと。あ、もう一回。はい。戻らなくていいってことですね、じゃあ、はい、次は。オッケー、行こう。みんな行こう。なんか防具欲しいような、ずっとみすぼらしいボロンズの身にまとってる。確かに牢屋のままっすからね、うん、脱獄してそのままだから。道なりに進めば、はい、進んで、どういうつもりか知らない、信じられないくらいいかついタトゥーされてんだよ。こんなんですほら、俺こんなんしてないのに、俺から見たら梶田さんこんな感じ、首から顔面まで差し掛かるタトゥーしてる。何考えてこんなタトゥーしたんだよこいつ。あ、なくないですか、なんかめっちゃ疲れ、めっちゃ疲れて、めっちゃ疲れて走らせすぎだよ。歯入ってる。あ、ハーピーいますね。これがハーピー、上飛んでるのかな、狙ってんね。あれ、え、降りてきた、降りてきた。あのアーチャーが多分雇ってるんで、あ、5分でセットできる。おー、いいね。見えないけど、見えないけど、見えないけど、ジャンプ武器強いね。強いですね、これ。当たってなかったですけど全部使ってた全部使ったけど、強い、当たれば強いみたいな。で一応ですね、 LBLB、L1 みたいなボタンを押すと押しながら、うん、今右下に出てたんですけど、スキルみたいなのがあるんでそれも使ってみたらいいですね。やろう LB、 バスターのスキル、うわ、ちょ、ま、マジか、やばいやばい、みんな助けて、みんな俺を助けて、あ、回復してくれますよ。お前がタンクやで、うん、お前がファイターなんだから、お前がタンクやで、くらいすごいな、構成これあれなんだ、明治2なんだ。本当だね、明治にアーチャー1、自分ファイター。まあだったらどんどん前に出ないと、うん、他がみんな遠距離左の人差し指の、ボタンを押しながら、押しながら、あ、それ一線突き、バスボタンで一線突きっていうのがこれですか、うん、お、遠距離詰めて突く。ただそれ結構スタンガグッと使っちゃうんで、あ、あれ誰だったか、まだハーフ、まだ、おー、いいね、
一戦で決まったね。調べる、あ、調べられなかった。あ、高2の角かで、道成はこっち。はい、これもじゃ戦ってたら時間なくなります。そうですね、結構サクサクいった方がいいかもしれないです、うん、やっぱり。連れてきたポーンもよし、割とサクッと決めたけど、やっぱり結構頼りになるね。うん、そうですね、強い。あとこのライオンの顔みたいな人も、獣人が作れるんだよね。そうっすね、かっこいいですよね、うん、毛も系が。しばらくは安心して旅ができそうです。それはそうでしょうね。あ、見えてきましたね、あそこっすね。今はその目的地としては、この世界って各社っていうこのポーンを扱える人って一人しか存在しないんですよ、全世界に。そうなんですけど、ポーン、なんか王国に実はもうすでにその各社がいるぞっていう中で、うん、なるほど、こいつがなんか各社って言い始めたから、え、世界に2人でいいんすかみたいな状態。なるほど、おかしくないっていうことですね。で、その手がかりを探るために、この各社って竜によって生み出されるんですけど、うんうん、その竜が出た時の町がここで、なるほど、その竜にこうぐちゃぐちゃにされた町で一回なんか、なんていうんですか、情報収集したらみたいな感じでここに来ましたと。はははっていうのがこの街です。お、なんか反応してる。哀れなり、哀れなり。なんで？もう一方の各社がなんか王様なんだよね、各社を。あ、そうですそうですそうです、王様ですね。まあ多分その話までいけるかな。もうこの時間は多分いけないんですけどね。まあ一応ちょっと進めつつ、そこでいろいろ調べてると、ん？いかつ。おわ、何この盾。いかち。哀れなり。だがさようなことで貴様が運命から逃れられるとは。この声は何？ドラゴン誰？敵？よし、真相。マフィー、マフィー。肩がでかすぎんだよ。肩アメフトの防具つけてる。肩と頭同じサイズ。そんなやわな作りしてるはずじゃないんですけどね。トグロ 80% くらいで。あ、80は言ってますね。通常で80ってことでしょ、うん、え、ドラゴン。これがドラゴン。これは過去を見せられてる的な、記憶を見せられてる的なこと。うわ、イベント戦闘だ。よし、やったるで。対ドラゴン戦。絶対負け戦だけど、やったるで。こんなんガンガン足元近づいていくしか殴る術ないもん。だいたいドラゴンは足って相場が決まってる。全然ダメージ入ってねえ。あれ、このシーンってでも掴めたりできるのかな。いやどうなんかな。掴んで登ったりしてみたらどうですか。いける。え、どうやって掴むんでしょう。あれ、鳥が、あ、落ちた。あ、おしまい。イベントシーン終了です。終了した、はい、あれ、さっきの見つけてくれた女の子です。ポーンだったの。やばいんじゃない。すごい、 あそこしか出てないのにかじったってすぐ分かる。確かに顔のタトゥーのせいだ。こんな人は世界に一人しかいない。これ過去にこんなことがあったあったってこと、うん、で死んだと思われてたってこと。あ、親にぶち込まれてたけどね。そうなんですよね、石掘りさせられてた採掘場で。そう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 、なんか焦げてない。そう、丸焦げなんですよ。めちゃくちゃ焦げちゃってるじゃん。あれ、一番最初にそのキャラメイクの時に言われるんですよね、うん、お前は丸焦げだったなみたいなことを言われるとこから始まるんですよ。 あ出た。これはもうワンの時からある人差し指で心臓を持っていくシーン。はいはいはい、器用だな。でこいつにこの心臓食べられると各社になる。なるほど。っていうのはこの世界の断りみたいなやつなんですよね。でこのドラゴンも特別ってことですか。このドラゴンはおそらく1頭しかいないのかな。神様的な、うん、これ何が目的でやってるのかな。ドラゴン、なんだっけな、なんか理由があるんですよね。世界のなんかバランスでも取ってるかな。どうだったかな、ワンでその話してたな、その各社と竜の関係みたいな。へえ。ちょっとなんかね、竜との関係はドラゴンドラグーンとかその辺思い出すけどよ、うんうんうん、なんかでもいびつっすよね、うん、その自分をやっつけさせるためのものを自分で生み出すっていう謎、うん、不思議すぎる。
あれで、あ、これ今過去の話から現世に戻る。あ、ね、同じ人じゃんつって。アーチャーの人だ、守った人。おかげで各社になれました。うん、じゃあその王様も心臓を食われてる説っていうか、まあ、むしろ偽物説もありますけど、いろんなことが考えられますね。ポーンはポーンでなんか普通の人間とは違うから、なんか奴隷扱いされてるみたいなのは、まあただその各社たるゆえんっていうのは、うん、もうポーンが付き従うかどうか、うん、なんで、この主人公は確実に各社ではある。覚えてないの、あの時黒焦げになって、各社あの後あなたの治療のた、あ、なんか来た。これはスキップしてもいいものなんですか。ちょっと小さいな。ちょっと一回スキップします。はい、まあ、今のシーンはあの国境警備隊の人が来て、ここに各社って名乗るやついるらしいなって言って迎えに来た、うん、なるほど。私が各社です。でなんで国境警備隊が来たかっつうと、その王国に各社をつのがいるのに、各社なんか生まれるわけねえだろ、何嘘ついてんだお前っていうとこですね。なんで、まあ、話に沿ってついていきましょうと。ちょっとちょごめんね、無視するね、無視してごめんね、無視するね。この人たちについていくんですよね。遅いな、早く歩け。これ確か外まで出てたら馬車に乗るんだっけな。なるほど、一回ちょっと行ってみますね。クエストマーカー右に出てない。右け、ほんまや。私に何か、どこで上になってるマーカー、この上だ。なんで、え、なんでその建物の中とかになってないか。ここなんで、ここなんだろう、なぜ。トリスタンの宿、ウルリーキを押す。いや、あれは私の娘も当然のところで、お前は登録、あ、登録済ませてないってこと？ギルドに登録しろ。分からぬことがあるのならば、はい、分かった。そろそろ、はい、分かった。はい、分かった。マスター、はい、成長できましたね。はい、したこの、これでなくなったから外にとりあえず、え？団長がお呼びだ。ああ、これでようやく。グレゴリー。レベルアップ。こっち。なんだ、最初の職業によって伸びるスキルが違うらしいから、最終的に自分がやりたい職業をちゃんと見極めて選んだ方がいいって話だったね。なるほど、いたいたいた。一応転職はできるけど、レベルアップして伸びた分のスキルは変わらんらしいから。あれ、話しかけるか、この人に。よし、これから譲渡にどこ、すまんね。 OK、 すぐに出発。よし、では行こう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 。走っていくの馬とか欲しいよね。お前走っていくのか、お前。通るんだね。嘘だろ。おい、正気か。一応騎士階級じゃないのこのおっさん。おう、向かおう。うわ、正気か。マジか。みんな歩くのが好きなんだね。ちょちょ。なんか今これをその赤の人のやつを見てると、これアーチャーとシーフが結構人気っぽいっすね。シーフ火力が高いらしいから、ね、みたいですね。順アタッカー、これファイターはすごいこう初心者向けというか、あ、ありがたい。この世界に入る時の入門っぽいですね。蜂の巣にしてやりますよ。あれ、ついてきてない。ついてきてる。まだ戦ってる。いや、もう終わったか。すごい2パーティーいるとやっぱ多い、多くていいっす。確かに壮観な。NPC 含めると結構多人数戦闘ができるんだ。多いっすよね。ひょこっと出てきた今ゴブリンが。ダッシュと会話が一緒だからちょっと。ああ、確かに近づきすぎると。ああそうだ、なんかオプションボタンで、はい、そのダッシュボタンを会話専用にすることができるから。あ、そうなんですね。それオンにした方が快適だって話だったわ。これ、ね、ダッシュはスティック押し込みでもできるからって話だった。上のコントロールじゃない、コントロール、その挨拶操作じゃなくて走り操作タイプじゃなくて、どれだ、ボタン配置設定か。あ、いや違う、これ一回もう一回無視しますかね。変えるとこもどっかにありますよ。ちょ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 、ほい、何のジャンプ今小ジャンプ。お、宝箱じゃん。はい、今の宝箱です。え、どれですか。そこにあるやつ。あ、ほんだ。あ、やっちゃった。やっちゃった。おえー。ダメダメダメ。
危ねえな。危な。よし、オッケー。生配信で壁の中にいるは勘弁してくれよ。ずっと宙に浮いてるとかね。この国では各社が王となる定めが。うわ。あ、そうそう。各社になると王様として迎え入れられるから、各社を偽る人もいるって話です。俺なんで食らったね。ガードしたでしょ今。ちなみにその青い竜で出るのにずっといると寝ます。あ、状態異常ですか。寝ちゃってんじゃん。そう。すやー、おやすみー。すやーと、おーおー、起こされた起こされた。ありがとう。あー、よいしょ。仲間がいると戦闘は楽だな。あれ、あんな遠いところ。いた。あいつちゃんと分かってる。痛い痛い痛い。距離のある相手にはダッシュ武器の一線突きで。距離を。痛い痛い痛い。ヒールがいいです。アーキー。大型の敵にしがみつくアクションとかもね。しがみつくのは何ボタンでしたっけ？トリガーかな ？RT。RT。あ、OK です。見てみたいけどね、うん、どっち行くんだろう。お、勝手に宝箱あげるんじゃん。どこ行くんだ。え、どこ行くの。そのポーンたちが勝手に宝箱あげてくれるんで、うん、岸の向こうとか例えば水があって進めませんみたいな、うん、とことかポーン投げて向こう側の岸とか投げれるの。そう、なるほど。あとなんか高くて届きませんみたいな。これは、あ、敵じゃない。あ、びくしょ。あの、そういうのたまになんか雇えたりするんですよね。へえ。なんかポーンがその辺歩いてて話しかけると、いくらですよ私みたいな、能力はこんなんですみたいな。あ、来た、ついに。これだ。リムストーンから呼び出すだけじゃないんだね。そうっすね。歩いてる人もスカウトできるんですね。それ面白いですね。え、ランダムなんですかね。どうだろう、多分ランダムだと思いますけどね。噂ではなんか壊れたリムストーンみたいなのがあって、そこをハゲたポーンしか呼べないとか。え、そんな、そういう謎の条件がついてる。壊れてる。知らねえそれ。その壊れたリムストーンからはもうハゲのハゲのポーンしか出てこない。それでハゲっていうのなのか、ああ、そのなんか条件付き、例えば明治だけしか出ないとか。なんだろうね、条件付けてると思うんだよね、なんかそういう、うんうん、俺はまだそこまで行ってないんだけれども、はい、本当だったら面白いよな。確かに、うん、特定の条件のポーンしか呼べない。やつしか出ないと思います。先に進もう。これ進んじゃっていいんですよね、きっと。あいつがついてきてれば大丈夫ですね。あ、この辺で、あ、違うか。あ、キャンプしろっていうやつ。今手前のところにキャンプのアイテムがあって、これ、もう一個前のとこ、今ちょっと通り過ぎたところですね、うん、左らへん、もうちょい手前。あ、行き過ぎっす。こっちの左、リムストーンもある。確かにリムストーン。これがリムストーンか。リムストーン起動できます。ちょっと起動してみますか。これ忘れられたリムストーンで、これが壊れたやつかもしれない。あれ起動できないのかこれ。起動できない。チュートリアルロゴを開くって。ん？いや、行けます。調べる。まあこれ普通のリムストーンじゃない。そうですね。まあどこでもこういうふうに、あのメインポーンって呼び戻せるんですよ、死んじゃっても。うん、なんでリムストーンがあるとメインポーン死んじゃった時もここを触るだけで復活します。わあ、いっぱい来た。あ、すごい、レベル5とか。うーん、こういうのを雇ったりして、そう、今連れてるやつがちょっと足りなかったらここで入れ替えたりとかする感じですね。なるほど。これよな。もう一回調べると出れます。 X でいろんなポーン見たけど、うめえの人は本当にそっくりに作るからな。うん、なるほど。マイケル・ジャクソン作ってるでしょ。すごい、めちゃくちゃ似てたんだよね。あれ連れ回せるなら欲しいけどね。あと公式ポーンも結構いますね。ああ、公式ポーン、ね、作ってくれてるんですか。そうです、いろんな人の、あのコラボだね。そうす、配信者とか VTuber とか。ないないない。え、あ、落石か。なんだ落石か。当たり前みたいな。これもおすすめ。鹿に引き飛ばされてるけど大丈夫です。大丈夫かな。近いな。絶対なんかあったでしょこれ。やると思った。それはやるためにやっぱオープンワールドだからね。あ、でもゴブリンやられてますよね。確かに。あれ大丈夫か。思ってねえ絶対。なんか戦った痕跡か。誰にやられた。今の落石で全員持ってかれたからですね。
ゴブリンが出ましたよ。今は弱点攻めに効果的な手段がありません。ナイスタイミングで見た。確かにずっと立って構えてるだけで味方が打ってくれてる。やってくれそう。これがタンクの仕事だ。負けた。ノブコ強っ。めちゃくちゃ俺ごと燃やしてるけど。フレンドリーファイヤーがないからいいものの、めちゃくちゃ当たってる。あ、勝った。あれ？嘘でしょ。もうちょっと。もうちょっと。やっぱ結構遊べちゃうね。そうですね。本来この先ですか？まだまだ。もうちょいなんですけど、どっかで馬車に乗って。魔物だわり。その先ぐらいなんで。馬車？どこだ馬車？またハーピーか。無視できない、うん、別に走っていけば無視はできるんじゃない。あいつら、お前誰だ、お前にしてやりますよ。お前誰あのポーンたちが戦わないんだと言ったら、あーついてきてるか。よし行くぞみんな。疲れた。脇腹が、う、走りすぎて脇腹痛い。なんだこれ、キャンプの後スタミナすぐ切れちゃうね。やっぱでかいからってことですね。でもやっぱオープンワールドいいですね、こういう風に。楽しいですね、柔道も、うん、旅してるだけでもいろんな発見が。ちょっと話しかけてみようかな。分かっていますよ。あ、こんな感じで。あ、私が必要なんでしょ。なんて名前なの。カス、カス。あ、ここはえ、なになになに、来たぞシコリン。え、なになに、ここ左のその岩に。なんだこれは。道が塞がっているじゃないか。後ろがすね。うわっ、お来たー。何こいつ。PV で見たやつ。こいつを倒して終わりにしよう。いや、もう時間なんだよ。頑張れ、倒せるぞ。秒で倒せる。気をつけてください。近寄って、これこう、こうだっけ。それはね、押してる、押してる、押してる。ものすごい相撲を取って。ジャンプしてトリガーだったから。ジャンプしてトリガー。うわ、危なっ。ジャンプして、あ、なんだ、あ、スタミナか。ジャンプして掴み、あれ、いるやん。いけない。違うんじゃん。掴みで上に上がっていくのかな。こういうこと。あ、そう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 。で、頭とか攻撃すると結構いいダメージ入るんで、これで、ほら。ブサブサつきまくる。すごい脊髄。ほら。俺は背中に脊髄を、背中を、背骨のあたりを狙うんだ。これ痛そうだけど。これこれこれ。確かにこれ頭までいけないかな。あ、スタミナなくなってるかな。めちゃくちゃ痛そうだ。うまいこと持ってんな、まだ。すごいとこでスタミナ回復するじゃん。あー、おーおー、落ちた。痛い。あ、やばい。ちょっと待って、信子がいるから。スタミナ回復してもう一回乗るべきだ。なんとかあの顔面にブスブスしてるシーンみたい。意外ともうワンゲージだからいけるべ、これ。いそ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 。よしよしよし。いいじゃない。首いけ、首。よしよし。ほら。わあ。首根っこ。首根っこ。これは痛い、これは痛い。鬼目。これはえぐい。肩口、肩口。あ、そうもうナイス。で、相手が足元とかひるんでるときは、うん、さっき足を押してたじゃないですか。はあ、あの足を押してるアクションから攻撃かなんかだったかな、かなんかで、あのなんか倒せるんですよね。うん、まあ、もうしつこくもう顔を狙いに絶対俺職業シーフの。ああ、くそ、これやるんだったらファイターではない分でしてあ、状態上水濡れになった。スタミナがないのに登るの、うん、チャレンジ。あ、流されてる、水でこれ流されてますね。おうおうおう、倒れてる。チャンス、チャンス、下敷きだ、下敷きだぞ今。奥にいるな埋もれてる。あ、来た来た。おーおーおー、うらここだ。やべー、おでこに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 、めちゃくちゃ倒せるぞ、倒せるぞ、あと一発。あ、スタミナが切れた。あと一発決めーい。あ、あ、くれー。あ、オッケーオッケーオッケー、まあまあまあ、オッケーオッケーオッケー、倒したわ。おました。やったね。どうやらお前は信用できるやつだ。ノブコ強かったな。うん、ノブコ強い。でも最後ね、頭までいって、うん、来ましたね。あの、しっかりそのダメージが出るとこ見せれたのよかった。あれが醍醐味だもんね。あ、ダメージ違うんですか。ダメージ違う。あ、
登ってそのでかかったよダメージ。そう弱点とかあるんで、それとこうした方がダメージがでかくなる。なるほど、目を攻撃したりとか。そう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 。はい、ということで今回はドラゴンズドグマ2をプレイさせていただきました。やばい、見てるだけでも面白いな。面白かった、すごい面白かった。綺麗な世界だし。俺も早く腕治ったら続きはそれで。確かにそれじゃ武器じゃコントローラー持てないじゃん。あ、残念な片手じゃプレイできねえからな、うんうん、はい、はい、ありがとうございました。というわけで本日ご紹介したプレイステーション本日ご紹介したプレイステーション 5XBOX シリーズ XS Steam 用ソフトドラゴンズドグマ2は好評発売中でございます。詳しくはドラゴンズドグマ2の公式サイトをご覧ください。以上、プレイング4ゲーマーでした。レディオ4ゲーマータップカッコ仮。ニュース4ゲーマー浜松町文化放送から生放送でお送りしているレディオ4ゲーマータップカッコ仮。ここからは4ゲーマー .net より到着したばかりの最新ニュースをお届けします。チーオレ解説員よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速紹介してまいりましょう。まずはこちらのニュースから。ホロライブの二次創作ゲームブランドから新作タイトルが順次配信。カバーは3月28日二次創作ゲームブランドホロインディの新作3タイトルを Steam で順次配信すると発表しましたということなんですけども、はい、一つ目は3月29日に配信がスタートしたホロブレイク。ホロライブ5期タレントネポラボの4名を操作し、世界征服を目論む謎の同盟秘密結社ホロックスに立ち向かうベルトスクロールアクションゲームで、最大4人でのローカルマルチプレイや自分の限界に挑戦する高難度モードも楽しめるタイトルです。はい、まあ、ホロックスがあれですね、ネポラボの後輩的なポジションで入ったんですけど、それをこう、絡ませたゲームみたいな感じです、ね、なるほど、はい。2つ目は、4月12日17日に配信予定のウォウウォウウォウコロネボックス。なんすかこれは。ウォウウォウウォウコロネボックス。全然ご機嫌だね。ちょっとこれのあれ語源わかんないんですけど、はい、ホロライブゲーマーズ所属の犬神コロネさんを操るシューティングゲームで、ステージに配置されたコロネボックスを開けるたびに切り替わる武器を使いこなし、さまざまな敵やボスと戦っていくタイトルとなっている。3つ目はですね、4月26日17時に配信予定のミコインマグマ、はい、ホロライブ所属のさくらみこが登場する縦スクロールのイライラ系 2D アクションゲームで、
シンプルながらもやや癖のある移動方法が特徴のコーナー。イライラ系、はい、このさくらみこさんが有名なシーンとして、うん、マインクラフト の、うん、あのマグマに落ちるっていうのがあるんですけど、なんでそれが有名になるんで、多分それこうかそれあれね、ドゥドゥドゥ有名なやつですね、うん、はい、名シーンやっていうのから多分タイトル取られてるんじゃないのかなというイメージがあります、うん、なお各タイトルのプレイ動画が Steam のストアページで視聴できるので気になる方はぜひチェックしてみてくださいと。ほら、うん、無敵だよ な、ゲーム作って自分たちで配信もするんだから、うん、ねえすごいすごいよね本当。地産地消にも程があるだろう、うん、はい、続いてはこちらのニュースです。スシローのモンハンコラボキャンペーンがスタート、うん、アキンドスシローは3月27日全国のスシロー店舗でモンスターハンターとのコラボキャンペーン、スシローで一皿行こうぜを開始しましたということなんですけども、はい、今回のコラボキャンペーンでは討伐報酬の炙り肉盛りや上手に焼けました骨付きチキンといったコラボ限定メニューが登場。スシローでも、はい、限定メニューを注文するとモンハンシリーズの武器をかたどったコラボピック全4種をランダムで1つもらえます。またコラボステッカーがもらえる対象商品もあります。ステッカーの種類はモンハンコラボ全17種とモンハンナウコラボ全5種、うん、ステッカーの裏面にある二次元コードからは抽選で全長およそ 1.8 メーターの冷凍マグロ体験リュック、約梶田さん僕ですね、僕ちょうど180なんで。180もあるんですか、はい、僕がそのままリュックになってるんで、俺っちくらいのサイズのリュック、はい、でかすぎじゃねえのか、僕のサイズのリュックが、こんなでかいリュックどうやって使うんだよでかっ、はい、あ、すごいでかっ、てかリアル、なんか確かにね、先っちょがあるから、ね、ゴルフに持っていけそうだな、うん、はい、いつでもどこでもハンターだ。そうです、これがまあ抽選でですね、もらえる企画や、はい、モンスターハンター NOW のゲーム内アイテム回復薬が必ずもらえる企画に応募できるとのことです。あ、スシロー行きたいな、はい、開催期間は4月21日までで、うん、その他コラボ限定 T シャツやお食事券が抽選で当たる SNS キャンペーンも開催中です、気になる方は特設サイトをチェックしてください、うんうんうん、すごいイベントやってます、うん、そう今ねなんかモンハンがねすごい流行ってるんですよ、ここらしいですね。ワールドが、ワールド2019年に発売された作品がすごく流行ってる、うんうんうん、思い出す、昔なんかのモンハンのコラボで行った時にアルコールランプが出てきたんだけど、はい、店員がそれひっくり返しちゃってさ、いや、危ないよ、地面に火がつくって、怖い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 、なんかそれ以降アルコールランプなくなったから多分ダメだったんだろうな、まあ、そういうのがあるとね、いろいろこうちょっと危ないもんな、火はな、管理しきれないから、そこ、うん、事なきを得たからよかったけど、よかったですけど、ステッカーですもんね、何が選ばれてんだろう、あの店舗によっては完売してるそうです、早っ、そうなんだ、おあ、ティガレックスの笛なんですか、しかもすげえ大人気だな、もう完売か、あ、ギザン、なるほど、な、何が選ばれてるかが面白いです、うん、ちょ、分かんないですね、モチーフのやつですね、きっと、うん、っなるほど、はい、という感じですね、というわけで、はい、俺っちガチャタイムだけど何引く、あ、今回ですね、私今遊戯王デュエルリンクス、うん、なんか懐かしさすら感じるやってるんですけど、なんでやってるかっていうと、僕ラッシュデュエル、うん、はい、今一番おそらく新しい遊戯王のルールというかもう完全別物になるんですけど、なんかもうスピード感あるデュエルが楽しめる、うん、モンスター何枚出してもいいし、トラップも何枚捨ててもいい、魔法も何枚使ってもいい、で次のターンになると手札が5枚になるまでカード引けるみたいな、っていうルールのラッシュデュエルがあるんですけど、それをやりたいなってずっと思ってスイッチで前出たんですけど、はあ、まあ結構前なんでなんか新しいの出ないのかなと思ったら、デュエルリンクスの中にラッシュデュエルモードってのがあるんです、知らんかったと思って最近ちょこちょこやって、ルールは全然違うわけですよね、ラッシュデュエルは、通常の遊戯王とはもうカードがまず違います、うん、でルールも違います、そうなの、そうなの、で専用のカードなんですけど、もともとデュエルリンクスはスピードデュエルっていうのもあったんですけど、それよりも展開が早いやつなんですよね、というので新しいパックが、まあ、結構前に出たんでこれまで聞いてないんで、はい、まあ、UR とかねこういうのを狙いながら、ランズベリーアーサー君、あ、そう、アーサーさんが、主人公の声やってます、あ、そうなんだ、はい、何弾けたらいいんだこれは、まあ、基本は UR と SR をこれ、うん、3枚ずつそれだけ揃えたいんですよ、うん、なんですけどこれ50パックあってこの中で
各1枚しか出ないんで、うん、これ UR と SR が全部揃ったら1回ボックスをリセットしてもう1回最初から引くみたいな、なんで、まあ、とりあえず今回は10回引けるんで、その中で、UR と SR を早めに出したいなって感じですね、うん、ははははこれがちょっと顔出てますね。これ虹、あ、レア度はどこで見れるんだ。右上に書いてあります。あ、これでそうっす。今のは期待度が高い、クリボーがいっぱいなんで。ノーマル、ノーマル出ませんでしたか。期待度が高いというだけの、ああ。期待を持たせるだけの台ですね。なんかさっきから花子さんとか紫鏡とか懐かしい感じの回がいっぱい出てきてるけど、うん、あ、今回のがもしかしたらそういうやつなのかな、うん、そういうやつなの、うわー光ってる。あ、これはなんか出そうな、あ、だ、なんか出そうなエフェクト、効果モンスター、これノーマル SR、 おー、ローグオブデーモン、うん、多分これロードオブドラゴンのなんかこう似た感じのやつだと思うんですよ。昔いたんですよね、そういうのが。そう、久しぶりにユグやると、はい、懐かしき、テケ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 ですね、今半身、うん、やっぱりちょっとお化けテーマだね。アンドールさっきいっぱい出るの。サンバゾンビってなんだよサンバゾンビって、あ、はさっきも出たやつだ。しかも背後の花子さんっていう、うん、ちょっともじってる感じね。これって本線の遊戯王にもいんの、こういうのって。これラッシュデュエルオリジナルなの、うん、ラッシュデュエル、今のアニメが、アニメの最近だからラッシュデュエルモチーフなんですよ。おそらくさんだ、そっち、SR1 枚だけ結構渋い。そう、おそらく本編側にも結構、うん、あの採用されてるのもいるとは思います。マスカットもこれキャラクター自体は出てるはずなんで。うわ、なんか結構ダブるね。ダブりますね。意外と種類自体はそんなにないってことかな、あの今回のパックがめっちゃ少ないんですよ、種類が。まためちゃめちゃダブるだ、テケテケだ。 N と R がめちゃくちゃ多いんで、うん、またテケテケだ。はい、あ、来た。サイコショッカーとか出ないのかな。サイコショッカーはね、懐かしい、出ないっすね。あ、 SR、 SR、 ロイヤルデモンズ。いや、でもそういうのも、あの、なんていうんですか、ラッシュデールってその前のカードが使えない、うん、別物のカードなんで、うん、そういうのが結構最初出てたんですよね、うん、でそういうのを使えるっていうのもまた嬉しかったっす、うんうんうん、ワイトとかも出たりするんですか。ワイトはまあ出ても使いどころなさそうだけどワイトもそう思いますの、ワイトあいつ、はい、特にネタになぜかなってるけど、強さ的にはカスだよ。カスです。200、300とかな、そんな感じですよね。200、300とかで、マジで。後の世でシナジーとかできたない。いやー、僕の時代はなかった。いや、あったんですよ。ワイトいっぱい出す。ワイトいっぱい出す時あった。バクランの中で来て、ワイトめっちゃ出すんだよ。じゃあ輝いた瞬間あったんだ。バクランのやつはあれっすね。なんだっけな。なんかあのビジャバンみたいなやつを使って、あのどんどんその文字を揃えると。ですって文字が揃うと勝ちみたいな、そんなエグゾディアみたいなやつあった。そんなんだったっけ。あとデッキ破壊もやってましたよね。そう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 。なんでワイトは分かんないな。もうさすがに出てこないべ、あの最初期のカード。ほんで全然出ねえんだ。本当に出ないですね。クラッピングサンダー。渋いな。渋いね。アンドオール。そんなに多くないはずなんですけどね。NNR、NNR ばっか。本当に。これダブったカードってなんかポイントになるの？ポイントになります。R、交換。ああ光った。これは？うわあ。第一。NNR。どう？嘘やろ。これ出ないことある？マジで。NNR。SR 一枚。出ないことあるんだ。演出の期待値、期待値なくね？あれ何も出ないってことあるんだね。残り20パックです。この50パックの箱のうち。渋い。ああ来い。あ来い来い来い。うわあ来なさそう。ああ。おいおいおい、クリボーお前。ちなみにやっぱレッドアイズの方が僕は好きでしたね、デザイン的には。僕はブラックドラゴン、僕もなんですよ実は。あの城之内くん一番好きだったんですよ。はいはいはい。で、ダイナソー龍崎からパクって、あ、そう、いや、あの、うん、勝った勝った、うん、でもあいつは何十万もかけて買ってたはずなんですよ。そう、レッドアイズを。あのちなみに、あの城之内くんはレッドアイズ普通に一回取られますからね取られます。で遊戯に取り返してもらって、ああ、ありましたね。そうで負けて、あ、そうそうそう、で遊戯が返そうとしたら、いや、それを受け取ったら男じゃねえっつって、そこからレッドアイズじゃなくて、あの城之内くんの相棒はサイコショッカーに変わりましたなんであいつ相棒極物ばっか確かにねえ、やばいよ。最後です、これ。あのレッドアイズブラックデーモンズドラゴンとかいなかったですけど、融合したやつですね。今の演出はこれ多分当たりですね。
ファイ SR ザカード。え、これやばくない？あ、来た。こっから多分全部当たりですよ。これ全部当たり？うん。でもこれで最後なんですよ、このパックが。え、ほら、あ、引き切ってんじゃん。ドンが来たらもうじゃあ UR が出ると。はい、あ、本当だ。おお。これだから外れの方が少ないまである。マジかよ。そんな偏ってるパックある？いや出ないな。出ないですね。え、あ、ドン出た。これが UR？ あー来た。あー来た。ドゥーム。かっこいいな。うん。あ、なんかすごい S。もうキラキラにキラキラ。あー、なんかパラパラしてる。わ、かっこいい、めっちゃかっこいいじゃんこれ。しかもパラレルですね。特殊加工じゃん。名前もかっこいい。まあパラレルが出たから許してやるか。城之内くんみたいなデッキになっていくと思う。いいですよ、好きですから。城之内くん大好きなんで。だその城之内くんにレッドアイズをくれた、うん、くれたってかあれですけど、まあ、ダイナソー竜崎も好きです。大初期のレッドアイズってさ、はい、あの能力値はともかくなんか特殊効果持ってた？持ってないです。バニラだよね。2400とかです。なんで昔はイケネとかなかったんで、うんうん、もうとにかくレベルが高くて高種が高いやつが強い、だから強いって扱いですね、うんうん、ブルーアイズよりも結局一段劣るけれども、ね、デザインはやっぱかっけえよ。めっちゃかっこよかった、うん、あとサンダーボルト強すぎ問題が初期あった気がします、ね、あったな、そんなの全部一掃されるみたいな、うん、もう昔の遊戯は何でもありだった。死者蘇生もむちゃくちゃだよ。むちゃくちゃですよ。強欲な壺もむちゃくちゃ。大らかなカードゲームだったな。あ、はい、というわけで、ということでね、ありがとうございました。解説委員のオレッチでした。ありがとうございました。以上ニュース方言までした。レディオ4ゲーマータップカッコ仮。この番組は日本最大級の総合ゲーム情報サイト4gamer.net の提供でお送りいたしました。さあ、お送りしてまいりました、レディオ4ゲーマータップカッコ仮、エンディングのお時間でございます。最後に1通お便りはいけないから、お知らせいきますか、マフィー何かありますか？マフィーのお知らせ、はい、マフィーのお知らせは発表できないものばっかりだよ、まだまだそのうち解禁されるものがいくつかあります。なるほど。あとはツイッターになりますからね、 X から。そうね、ツイッターでお知らせできます、まあ、この上で今月いっぱいいろんな生放送出ますので、いやすごいわ、どうなるか皆さん注目していただければお願いします、僕もですね、そろそろ、リーディングライブの時が近づいてきましたと、いうことで皆さんね、ぜひ今回再演の原始探偵というものなんで、そちらの方めちゃめちゃ喋るんでね、見に来られる方々ぜひよろしくお願いします、で、あとは、リーダー以外も多分まだ発表されてないものが今後発表されていくと思うので、そちらの方もよろしくお願いいたします。ぜひね、その場合ツイッターをね見てくだされば嬉しいなというふうに思ってます、というわけで、もうそろそろ時間は時間ですよね、これね、はい、次回が、4月16日火曜日でございます。お楽しみに、それではお時間です。レディオ4ゲーマータップかっかり、お相手は岡本信彦とマフィアガジダでした。バイバイ。次の腕はどんな感じなんだろう。